湯の花コレクション。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ネオセ娘湯の花コレクション始めていきたいと思います。さてですね、今回、まあ、久しぶりの収録になるわけですが、今回から新しい、スマートフォン、Zenfone 5G でやることになりましたというか、前回の収録ってどっちだったっけな、Zenfone 5G でやってたっけ。実はあの Zenfone 5G買ってから温泉娘の湯の花コレクションは結構やってまして、それを収録してるかしてないかというのははっきり忘れてます。いろいろなアプリをあのプレイしてるんで、ただあんまり収録してないんですよね。見てください、この小槌の量456になってますよ。なぜそうなるかというと、ガチャを引くのをしばらくやってないからですね。営業ポイントも稼ぎましょう。歌合戦はもう実は深夜なんでできないということですね。まず無料ガチャを引いてみましょう。とりあえずガチャを引くとこを中心にやってみたいと思います。10回ガチャ2回引けますね。さあ温泉娘来るよ。お、あわら温泉だ。三国市ですね、福井県の。こちら残念ながら温泉娘は出ませんでした。やっぱり10回ガチャでは、限界があるようです。小槌をいただきます。巡業行きましょう。先に隣かな。ここはお金をどんどん稼いでいきましょう。長崎だから佐世保のメイン市街地がここにあるのか。とりあえず佐世保の西側行きましょう。ここが佐世保の中心地ですね。そしてこれが道南ですね。道南だった。経験値アップですね、ライブの。先に経験値アップ取ってもよかったかも。まあでも、経験値でしかないかな。経験値しかないってなんだ？さてと、今どこら辺にいるんだったっけ？この辺が結構混乱してますよね。こっちかな？
35分か。とりあえずライブでファンを集めないといけないです。おっと、なんか5枚ガチャを手に入れた。単発ガチャですね。これはありがたい。さあ早速ライブを行いましょう。このゲロ温泉かなり強いですね。パパッと片付けてくるわ。うん、とどめはさせなかったか。さあ白浜の水着姿です。水着姿は見れるぞというわけで、一人ずつやっていきましょう。セルロッタさん、鬼怒川か。5曲目で勝ちましたね。さあその鬼怒川がをライブに行かせます。ライブに行かせたらすぐに行きましょう。箱根さやに行きよう。6手に入れました。ここでですね、佐世保に行かせるためにせっかく7分切ってんだから時間短縮を行います。腕時計もたくさんあるんでね。授業終わらせます。おっと、名称一気に獲得した。ここ筑後島なんだ。これですね、名所効果でアイテム確率の割合とかライブ結果の経験値とかポップ属性のダンス値とかわずかに上げられますんで、これがチート積もれば山となるんですよね。さあ佐世保市街に入ってまいりました。3分あるのでこれで使うのはもったいなさすぎます。誰だこの一番上の湯の川なんですね。湯の川すごいスペック持ってんな。このレベル100湯の川は、湯の川の力見せてかったな。さあ会話イベント発生です。湯川温泉かアガーラ。さあ体力があんまり、体力はここでなくなりましたので、ここでガチャを行いたいと思います。まずはですね、プレゼントをもらわないといけないんだ。私を獲得したんでまたに、これがチートを積もれば山となってガチャにつながっていく。ガチャがあればパワーアップ可能。特に同じキャラを、2回重ねればこの SSR の SSR なんかな、 SSR でいいのか。キャラを2回
繊維、取ったキャラを取ったら、特技がパワーアップしますんで、これが勝ち抜く歌合戦で勝ち抜くポイントになりますね。たとえ見た目のスペックが見劣っていても、特技の効果で、ブーストしてですね、勝つことができるという旨味があります。はい、ではですね、どうすんだ、ガチャを引くんだ。三階温泉、もう一回だけですね。今度は修善寺だ。静岡県伊豆半島ですね。ストーリーもやっていきましょう。おっと、箱根のストーリーがある。お疲れさん。お？照れてますね。タイで言えば勇者と串みたいな棒が。お？見てますよね。イベントストーリーもありますね。最も累計ポイントがまだ足りません。あと、もうちょっとみたいですね。ファンを150人は。さあ、ここで、鬼怒川が海張り岳展望台ですか。ここも気になりますね。さあ、体力を回復させましょう。コーヒー牛乳か、結構回復したな。ホルムズさん、よろしくお願いします。勝利です。3曲目はなかなかいいですね。またお達し達成ですよ。さあ、コンピラを取りましょう。
3人が一気にゴールしようとしてます。その間にライブを行おうと思ったがやめた。6、5、4、3、2、1。はい、これで箱根がゴールですね。なんかありそうな予感しますね。おっと、ここでさらに月岡もゴールしそうです。ゴールっていうか、これですね、隣行きましょう。さあ、そんなこと言ってたら、鬼怒川も来ました。今度なかなか佐世保付近はいいのが多いですね。正解でした。判断はここもあるんだろうか。ライブに行きましょう。コンピラ、お、ベッドが2人いるやん。ベッドですね。あ、もうちょっとで鬼怒川ゴールしそうといったとこで、6分かガチャやりましょう。私クリアしてるかな。なんか、あ、来た、プレゼントがある。小判だ、おっきいな。ガチャやりましょう。すみません。コピラって吉田優里なんだな。結構びっくり。まあでも通常のガチャがいいと思うんですよね。確かにこういうのは花がある。しかし本来の目的であるかぶせていくっていうのができないですからね。提供アリアとかなんで押せないんだ。普通の温泉レアガチャの方がいいです。そういう意味では。ちょっと微妙ですね。さあ、草津、箱根、これがもう一頭あるんだ。というわけで、これが提供アリアが高ければありなんですけどね。なるほど、通常のものもあるわけか。水上が手に入れられるっていうのはメリットかもしれませんが、
でもあくまでレアガチャで行ってみたいです。 SSR 重ねたいですからね。ほかほか飛ばしていきます。湯河原宮浜、おっと SR 来た。 SR 高山ですね。あ、高山って引いたよな。おー、まんざだ、まんざらでもない。ん？ SR 来るかな。 SR じゃないか。おーと越後ユーザー来ましたね。なかなかレアしか出ないな。 SSR がない。なかなかきついな。おっと SR だったか。 SR ですね。野沢奈々だ。高山がなんとレベル15になりました。野沢も レベル10ですね。気がつけばこの2人は相当期待できるな。というわけで、この2人をパワーアップさせましょう。高山レベル64なんだよな。おっとパワーアップでききれない。レベル15はちょっと熱いですね。野沢もアップさせたい。高山本当頼りになりそうです。高山パワーアップできるでしょうか。できますね。レベル80にします。さあこれでレベル上限マックスですね。 SR を限度ということで、高山をパワーアップさせます。なるほど、大友もパワーアップできるんだけど、まずはとにかく高山ですね。66までか。こういう風にすぐ資金がショートしてしまいますので、すごくお金を確保って大事です。66のとこは67まで上げることができましたね。さあとか言ってるうちに、その高山と伊香保すごい紛らわしいんだよな。伊香保じゃない、これは鬼怒川だ。結構北まで行ったので、そうですね、こんな感じでイベントページ、お、ストーリーがさらに更新されましたよ。
行くとこは、泉ちゃんの道後温泉よ。泉パン生のワクワクは止まらないですぜ。ってことですね。梅塩、次は道後。おっと、なんか、すごいな。こちらをご覧になってください。日本最古とも言われる道後温泉との本館。重要文化財に初めて道後温泉は公衆浴場の中で指定されたということですね。交換所があるんだけど、この道後泉の SSR 交換したいんですけどね、なかなか厳しいです。まだ1分ちょいあるのか。ニュースを見てみましょう。まだ修学旅行のイベントは続いている状態ですか。お知らせ見ていきましょう。例の後編ガチャですね。1126はいい風呂の日ということで、別背景温泉をプレゼントということですね。月曜日か。報酬をどんどんゲットしちゃいたい。あと87。です。うーん、ないな。じゃあもうここで商売重視でいっちゃおうか。おっとか言ってるうちこちらもファンを集められ始めそう。道南は広いですからね。ここはい、というわけで、ここまでで、今回は終わりたいと思います。目のやり場に困るかな。やっぱこっちの方がいいんだよな、ふうかちゃんは。すごく似合ってます。はい、というわけで、ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数を増やしたいと考えております。この動画登録していただいた方、動画をお持ちの方、何人目かでと書いていただければ、はい、いいことあるかもしれないです。ぜひぜひよろしくお願いします。またこの動画最後の20秒で、関連動画プレイリスト表示されます。よろしければそちらにもアクセスしていただければ嬉しく思います。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。